今朝、私は非常に変わった状態で目覚めました。そして、何百万ものスターシードとライトワーカーの魂が、今、ますます大きく、より高いレベルで目覚めつつあるので、計り知れない変容が起こっていることをはっきりと見せられました。これらの魂たちは、神聖なマスタープランが地球上で展開される中、この大規模な変化を見届けようと志願し、退去してやってきました。これほど大規模な事態が、これまでに起こったことはなく、前例のないことです。神聖な情報源は、まさにこの時期、2020年7月5日に、人類が解放されると宣言し、それ以来、これが事実となっています。それは非常に深くて深遠な出現を伴うため、そのプロセスは止められなくなっています。混乱、反対意見、虚偽の情報の種を必死に広めようとしている人もいますが、神の因果律がそうであるように、彼らは自分の時間が終わったことを知っており、自分たちの行動の結果を恐れているため、それは最後の砦の試みです。今、彼らは自分たちに蒔いた同じ種を彼らに返しています。それから私は、これら何百万ものスターシードとライトワーカーが、どのようにして愛情深いコミュニティに集まり、心も、魂も団結し、一つになって無条件の愛を持って団結の新黄金時代を共同創造するという同じビジョンを共有しているのかを見せられました。最初、私は彼らがグループごとに集まっているのを見ましたが、その後、グループがクラスターグループを形成し始め、その後クラスターグループが一つとして団結し、現在では全てのクラスターが一つの全体の一部を形成している巨大な蜂の巣を見せられました。あまりにも美しすぎて、これを描いていると涙が出てきます。私たちは皆一つであり、私たちが自分自身の内側と外側で、この一致をますます経験するにつれて、この一体性が私たちの心と魂の中で、深く感じられることを最高度に知ることになるでしょう。分離の代わりに、私たちは、ただ一つを見ることができます。自分自身や他人を批判する代わりに、私たちは、心を開き、深い愛だけを見て感じます。永遠の愛。なぜなら、私たちは、今、すべてが一つであるということをついに理解し、深く感じているからです。私たちの兄弟、姉妹は私たちと一つです。今も、恐怖と別れの中で生きることを選んでいる兄弟姉妹たちには、深い同情があります。実際には愛だけが存在し、それ以外は全て幻想です。工事のハートが開かれるほど、私たちは、ワンと、統一の意識に戻ります。なぜなら、私たちは、自分が本当は何者であり、そのように創造されたのかという真実以外のことはできないし、それ以外になることはできないからです。これらの大規模な太陽フレアなどは、私たちがその規模を完全に理解できるのは、数ヶ月後にしかわからない方法で、私たちの意識レベルを拡大しているため、大きな祝福です。ピラミッド全体と、結晶質のエネルギーセンター、地球の背骨などが完全に活性化されているということは、太陽の円盤が戻ってきて活性化されているので、私たちが再び光の第七太陽に完全に接続されていることを意味します。それ以上に、それは私たちの意識レベルだけでなく、私たちのより高次のハートセンターが、より高次のマインドと一体化し、バランスが戻りつつあるので、私たちの新しい結晶エネルギー体にも大きな変化をもたらしています。このエネルギーは、水の要素と強く作用します。水に火を加えると蒸気が発生します。時には、サウナやスウェットロッジにいるような気分になり、これまで知られていなかった、非常に深いレベルで浄化され、
浄化されます。古いものは形を保つことができず、ただ崩壊します。あなたの人生が全く予期せぬ展開を迎えても驚かないでください。そして、最高の敷設された飛行機や古い構造物はもはや機能しなくなることを知ってください。それは時々私たちが宇宙船に乗ってブラックホールに入り、何が私たちを待っているのか全くわからず、姿を現すのを待っているように見えるかもしれません。しかし、その過程で私たちがより高次の宇宙の知識に拡大し、新しい生命や生命体、心を中心に生きるより高度な方法、そして愛情を込めて共同創造するためのより深い方法を発見するにつれて、新しいことが開かれます。しかし、ここに大きな祝福があります。私たちが全く新しい人生、さらには遥かに高い次元に適応するにつれて、私たちの創造的な才能は拡大し、私たちの最高の魂の可能性、リーダーシップ、そして真実を完全に拡張するための新しくさらに優れた方法を見つけます。私たちは何者であり、何者であるか、そして今、他の魂たちと大きな愛を持って調和し、同じ拡大されたビジョンを共有しています。確かに、これらの太陽フレアは私たちをあの世を超えて引き上げてくれています。この10年間で、これまで知られていなかった、あるいは記録されたことのないような変貌が見られるでしょう。宇宙の加速度が最大限に高められている今、休息や自然の中にいることなどが非常に必要です。